皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の料理何でしょうか。米粉の蒸しパンを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回は茶葉のいいところを引き出すこだわりのものづくり、さらに新技術凍結甘み製法で新茶のような甘みを引き出したキリン生茶に合う蒸しパンです。では早速作っていきましょう。ボウルに米粉、ベーキングパウダー、砂糖を入れます。ミレーのワンポイント。米粉を使うことでしっとりとした仕上がりになり、生茶によく合いますよ。牛乳を加えて泡立て器でよく混ぜます。そこへ米油を加えてさらに混ぜた後、紙カップを入れた器に入れます。それぞれ均等に甘納豆を散らします。蒸気の上がった蒸し器で15分蒸せば完成です。米粉の蒸しパン出来上がりました。